10月26日、長月小学校体育館で長月コスモス祭りが行われました。今年で13回目を迎えるこの祭りには、100名を超える地域住民と長月小学校の児童が参加しました。オープニングでは長月小全校児童による合唱が披露されたほか、長月ふれあい広場では児童が育てたカモ米やさつまいもの販売、生け花の体験コーナーや児童らが生けた花の展示コーナーなどもあり、会場に花を添えていました。また今回初の試みとして愛南町危機管理専門官を招いての防災講話や地域合同防災訓練を実施し、一時避難場所である体育館が地震で使用できなくなった想定で学校から数百メートル離れた高台へ避難しました。無事避難したようです。消防の方の公表をもらった後、祭りの最後には餅まきが行われ、子どもから大人まで祭りを最後まで楽しみながらお餅を拾っていました。